皆さんこんにちは、シカコこと久保ゆりかです。宇宙に行きたいわけじゃない、そうだなら行こう、シカコ宇宙始まりまーす。イエイ。ということで、髪の毛も伸びまして、今回はなんだっけ、クラッシュバンディクぶっ飛び三段盛りの第9回目をやりたいと思います。いやでもさ、前回の8回目が思ったより順調だったんで驚いたんですけど、いやどれぐらいのペースで、でもちょっと年内厳しいかやっぱね、明らかにあでも最後は本当にもう4時間ぐらいかけて生配信するしかないよね。そのもうこっからはもう、で最後のもうさ、面は全部生放送にするとかにする？めちゃくちゃ時間かかるかな。ラスボスだけ？そんなの簡単に終わっちゃうかもしれないよ。投票しよう。投票を受けて、まあちょっと最後の面全部はさすがに本当にやばい、本当に帰れなくなっちゃうかもしれないから、なんかラスト何面の凝ったら生放送生配信しようっていうのにするか、ちょっとね、まあ投票みたいな、多分そういうシステムあるもんね、あの取れたらいいなと思って、ぜひぜひ参加してくださいということで、まあ今回ね9回目なんで頑張っていきたいと思います。スタート、いくよコルテックスの飛行船。あーなるほど、これはじゃあ乗り物系ですね。ちょっと不安、私やっぱ乗り物の操作苦手っぽいよね。あー何、しかも撃つの撃ち方も知らないよ。あーやばい、これはやばいな、これはやばいよ。あ、なになに、私がやられてるってこと？どれ？いや難しい、よしよしね、あもうやばいんじゃない、私多分、よし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 、ちょっとだいぶ分かってきたかも、分かってきた割にはやられとるけど、よしよし、どう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 、あーでもなんか私すごいやられてる、これ避けながら行かなきゃいけないってこと？そんなの無理じゃない、くいけ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 、終わったわちょっと待ってよ、でもさっきよりはやり方がちょっと分かったかもしれないからさ、頑張りたいなと思うんですけど、よし、なるほどね、オッケー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 で、オッケー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 、でこの逃げるっていうことができるのかどうか分かんなくてさ、難しい難しい難しい、いけ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 、操作が逆なの辛い、上下の、あーやばい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 、これどう避け方わからんねんけど、避けるとかあんの、避けるとかあるんだろうね、でも私は攻めに徹するわ。オッケー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 、今いいよ調子いい、けけ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 け、調子いい調子いい、やばい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 、なるほどね、やっぱ避けながらやるんだろうな、結構今やばいね、そこそこ4、もう 48% だからね、あなら取る余裕ないって、あーもうやばい本当に余裕ないんだけど、もう喉もガサガサになってきちゃって急につらい、取る余裕ないねえ、どうしたらいいの？だってどうやって避けたらいいのさ、避けながら撃つってことはできない、避けることが、あでもあと1個だったんだ、いやじゃあやっぱ避けなくていいのかもね、避けるとかっていうよりは、よし真正面真正面、よし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 、オッケー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 、
オッケー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 、いいよ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 、オッケー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 、いいいい、めっちゃいい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 、 やられてる数に対して割と調子いい。ちょっと全然打てない。なるほどね、打ってきてるやつに対しても打つっていうことするんだこれ。いやー、ちょ遠すぎて遠すぎて全然当たんない。いけいけいけ、よしよしよし、え、ちょっと調子よくない？今ちょっと、いいいいいい、あっち行かない、ちょっと撃たれる前に、いけ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 、しっ、はっ、いや、私の乗り物系にしたらできたよね。はぁ、嬉しい。もっと時間かかると思った。やっぱバイクよりマシよ。いや、バイクの時のやつ私見たんだけど、まあ、相当省略されてたじゃんあれでもやっぱちゃんと最後の方さ、上手くなってたよね上手くなってたっていうか、もうね、コースを覚え始めてたんだよ後半。ただそれだけの話なんですけど。はーい、じゃあ次ね、ここマリンだよ。こんな声じゃないと思います。ここマリンちゃんっていうのかな、もしかしたらこの子が。オーバーオールのね、オーバーオールの、あ、あーすごい、アダムスファミリーに出てきそうなタイプのキャラクター。歯が、下の歯立派な3本。はい、ありがとうございます。ゴーゴーここマリン、道に迷った時は画面上の黄色い矢印に従おう。おー、なるほど。あー、マリンね、やっぱ。あ、ちょっとごめんなさい、どうするのが正解かまた分かんないやつなんですけど、なんか打つとかなかったですっけ、これ、これ打つとかなかったのか、ただ避けるしかないやつだ。分かりました。普通にじゃああね、この面であえてさ、私もしめちゃくちゃ安全運転で行くっていうのはどうかな。やっぱ安全運転のたまものよ。よし、で、さっき何、あー、ダメだ、やめてほしい。でも今じゃない、行くなら、あー、やばい、あー、なるほどなるほどなるほど。あ、でもちょっとあれを取れるほどの勇気がないわ私には。大人になったらさ、本当に30代とかになって、まあ、20代後半からかな。いや、てかもうとにかく大人になったらさ、正直言ってもう勇気なんてほぼないよね。諦めと、なんていうの、惰性、あともう一個あるとしたら、そのん緩やかにぶつかりました。勇気がなくても失敗もするし、勇気があっても失敗するし、とにかく失敗したくないし怒られたくないっていうのが人間なんですけれども、私は怒られたくないももちろんありますが、怒られたくない以上にね、人に迷惑をかけたり悲しませたりね、する方が嫌なので、まあ、そのなるべくね、平和に生きたいと思ってますけれども、よしよしよし。でもこれ完全にマジ安全運転システムで行く気満々だから、もう全然ハテナ取れなくてもいいし、あ、せめてでもチェックポイントまでちょっと行きたいな、楽しく。よしよしよし、なるほどね。狭いとこ行くとやっぱどうしてもあれなんだよね、あの爆弾ちゃんにぶつかっちゃう可能性があるから。 OK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 、 うかい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 、ここでもよしよしよし、 OKOK、 あー、分かった、なんか自分がちゃんと引っかかりました。チェックポイント欲しいんですけどもうちょっとさ、細かく置いてほしくない？チェックポイント、こんな難しい難関があるんだったら、まあ置かないか、そりゃ難しい難関なんだもんね。危ない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 、操作が雑になってきてる、危ない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 。あ、でもなんか今まで取れなかったかであろうハテナが取れたわ。で、ここはあんまりこっちまで来ないのよ。で、これもやっぱ爆弾が怖くて箱が取れなかったけど、ようやく、いやだって、え？っていうか今鳥にやられるパターンあんの？え、シールやばいじゃん、あと5回しかシール減らせないよ、やばーい、はあ、ちょっとショック、
そう言われるとちょっとやっぱ丁寧にリンゴ取っときたいな。そんな時間はないんだけど、そんな時間はなくはないんだけど、うかいだ。よし、オッケーオッケーオッケー、ナイス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 。よし、危ない、マジで危ない、あぶダメ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 、あぶダメダメダメ、ナイスナイスナイスよ、ナイスよ、あ、よいしょ、オッケー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 、ナイスナイスナイス。で、ここの爆弾が怖くて取れなかったけど、一個ぐらい取って、あれ、さっき私を落とし入れた鳥がいなくなったわ。はあ、ちょ、あっちにもしかしてなんか別ルートあったのかな。これちょっとむずすぎない？よし、ナイス、よし、ナイスナイスナイス。で、これね、これもちゃんと 見守っていかなきゃいけないのね。よし、今だ、オッケーオッケー、ナイス。今多分これ取れてへんかったら最悪や急にあー取れ、何にも取れなかった。今リンゴ干して、あー多分このおさめちゃんもやばくて、だってさ、これね、何がひどいってさ、あーもう女が いなくなってしまった、終わりだ。これ何がひどいってさ、気づいてるかわかんないけど何もできないんだよ多分、技とか。ひどくない？技ができないのにさ、戦えと言うんだよ私に。よし、ナイスナイスナイス、よしよしよし、リンゴリン、あとはチェックポイントが欲しい。どうぞ、サメに襲われてもね、何もできないの私、何もできないんだけど。あ、ちなみにちょっと私サメストーカーっていう作品のあの吹き替えしてるんで、よかったら今ちょっとサメが出てきたんで調べてもらったら、 DVD が発売してます。配信とかもあるのかもしかしたら。なあ、どうするのが正解だったのよ。なーによこれ。あーく、優しくねみんな。耐えたー、チェックポイントもう一回欲しいな。もうやめてよ、何も取れないじゃん。何も取れない、でももういい、何も取れなくて無理。何かを取ろうとすると何かを失うんだ、そういうシステム。あ、やばいな、いけたいけたいけた。シールね、1個増えたね、6になったから、あと6回どうにかなる。やばい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 、やってもたやってもた、はあ、やってもた。チェックポイントどこよ。強引に行こう、強引にね、強引に行こう。ちょっとシールの数が心もとないんですが、いやあ、耐えてる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 、よしよし耐えてる。あー、あー、箱は全然ね、捕まえられてません、捕まえ、なんか開けられてませんけど、よし、いけたいけた、初箱、ここのゾーンでね。よしで、鳥も意外と危ないっていうの知って、よし。ちょっとさ、私その前も話したかもしれないんだけど、前後の感覚はちょっとつかめない系の人なんですね私。だからその前後の感覚はつかめない上にマジで危ないのよ。よしよしよし、いけ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 、あ、危ない、あ、危ない、あ、まただ、また今だ。よし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 、チェックポイントください、お願いします、チェックポイント。あー、もう最悪だ。これじゃないこれじゃない、いけ、はあ、嘘でしょ漫画みたいながっかりしちゃったわ。よいしょ、いけ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 、オッケーオッケー、うかい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 うか。これね、これもさっき運だがを失ってしまったこいつのせいで。よし、オッケーオッケーオッケー、よいしょ、チェックポイントってことはまだな、あるな、この先まだそこそこ長そうな。はあ、もうやだ、
本当に海行きたい。海行きたいな。海行った最近、つぶいさん。そうだよね、プールは行ってるけどね。え、ベイビーと言ってないっけ。ベイビーってほどのサイズ感じゃないけど。もう、え、何歳だ今。3歳 ?4 歳か。うちの兄のね、娘と同い年なんですよ、つぶいさんちの娘さんが。ねえ、めでたいですね。で、これ何がすごいって、あ、やったー。いやいや、思ったより早かったよね。そう、何がすごいって、うちの兄の娘ちゃん結構背高で結構しっかりしてるから、つぼいさんちのベイビーに会った時めちゃくちゃ華奢で、本当に私多分簡単に肩車できると思うって思ったね。できるでしょ。あ、これどうする、19までいっちゃう。ちょっと編集点だけ作っとく。これで無理だった時に何回も何回もチャレンジできないかもしれないから。行こう、マテンロードのベルトウェイ。ちょっと入ってすぐお茶飲もう。え、ちょっと新しくない今回の面。なんかこういう近未来っぽいとこ なくなかったですか今まで。え、あ、なるほど。あ、怖い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 。あ、なるほど。だからあんまり何もしない方がいいんだな、こういうことだよね。ちょっと刻みすぎてますね私が。怖、ビビりすぎて。よしよし、 OKOK。 やっぱね、リンゴを今、あー、これさ、教えてほしいんだけど、上にティントが、ティントじゃないけど、ティントがあるとき下どうしたらいいんだろうね。あ、そっか、ここね、こっから行くわ。あ、怖い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 。いや、それは無理じゃない。さっきなんでじゃあできたのって。じゃあ1回だけにしとこうかな。え、今ぐらいかな。もう一回やってみる。結構リスクあるよ。行くわ、ちょっと。あ、怖い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 。あ、怖い。違う遊びなんだけども。あ、できた。いや、むずいよこれ。テクニック必要すぎるじゃん。距離もないとね、結構厳しいかも。で、これも多分ぐるぐるとかしたらやばいから、これね、ニトロにぶつからないようにね。よしよしよし。いや、そんなことなると思うやん。ぶつかるレベルの判定ちょっとさ、急に厳しくない？そしたらここでブルーってやった方が早そうだな。よし、あ、危ない。何何あれ。あの、もうマジで余計なとこで私やられたじゃん。怖いものが多いのにチェックポイントとかもらえる前にさ、やりすぎちゃった。よし、オッケー。あー、ピュイってなっちゃった。もったいないね、リンゴがね。よしよし、オッケー。もうめっちゃ慎重になるわ。むずい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 。はあ、むずい、はあ、むずい、はあ、むずい。よっしゃい。あ、ちょっとつ別のところに飛んでいくのかしら。ちょっとまだチェックポイント入ってないからきついかも。めっちゃ近未来じゃん。 AI の時にこういう世界最終的に行ったよねって。チェックポイントだ。よし、ナイスナイスよ、クラッシュ。ナイス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 。うー、ドロンジョ様の牛自転車後ろに乗ってるタイプ。あ、上から踏めるんだ。その方がいいね。
私多分すぐにボロロンってしちゃうタイプだったから、ちょっと厳しい。なになになに、こっちまで来るの？近未来すぎてちょっと、なんか北斗の拳みたいなやつ。北斗の拳のなんだっけ、服の肩みたいなやつ。ドキドキしちゃう。呼吸が。意識。よし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 。これ乗っても大丈夫なやつですか？もうダメなことないか。ちょっともったいなさすぎるんやけど。北斗の拳のやつ。北斗の。踏めるんだ。どうやったらよかったな。ハイジャンプすればよかったってこと？教えてよ。今ハイジャンプしなかったバージョンね。いや死んでたよね、これだったら。ちょっとむずいね。いや練習する必要がないからやめよう。でもなんかは、私のタイミングが悪かったのかな。踏むのはいいんだよね。でもあのあっちあっちを踏んじゃダメなんでしょ？うわむずいて。なになになにこれ、ちょっと正解がわからないんだけど、いつ移動するの？あれ踏むのよかったんだっけ、これ確か踏んでもいいんだっけ、どのタイミングに踏んでいいんだっけ。ありそうだよね、これかな。このくるくるくるん時はあかんけど、この空飛んでる時だったら踏んで良さそうな。あ、やばい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 、あやばい、シール5、ここちょっと無理かも。よし、オッケーオッケーオッケー、意味は分かったんだけど、じゃあここで踏んじゃった方がいいね。オッケー、無理だった。なんで踏んだのに、今踏んだよ私。やばいなやばいな、またここまでしなきゃいけないのしんどいよ。でもほら操作性が分かってきたらうまくいくっていうその流れあるし、私下に行く瞬間はダメなんだ、あんまり。だからこっちに来た瞬間に、よっしゃ、肩がちょっと脱臼したかも。嬉しい。これもね、なんかちょっとそのグルーンってなったらあかんくて、今やね、今やね。これは無理なのかな。おい、ナイス。よし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 。わあ、ちょっとチェックポイントちょうだいよ、こんなわけわかんないとこ連れてくるならさ。なるほどね、この勢いでいけってことね。いや無理じゃない？もうすっごい手に汗握っちゃった。つらい。何ここ、難しすぎる。ここでシールを食べるんだ。ちょっと教えてよ、このマークの意味。なんかいけたんだよな今、なんでかわかんないけど。なんか昔お兄ちゃんがやってたゲーム、自分はプレイさせてもらえなかったし、してもどうせ手たっぴなの分かってたかしなかったけど、こうやって見てたなっていうのを思い出した。
何歳だっけ、つぶいさん何歳だっけ今。36でしょ、私と3歳差でしょ。うちのお兄ちゃんより年下やった。やばすごい。スライディングしてジャンプするとね、これね、ちょっとギリギリまで来るよね。でよし、自分がどのあたりに来てるのか分かんなくて。これは？これだとダメかな。いけたわ。クソダサいあれだったけど。やめよ、やめよ、やめよ、やめよ。私はニトロと相性が良くないんだ。されても困る。あー、ここでもダメか。もうちょっと手前で。くっよっしゃー、あー汗やば。これもちょっとむずいやって。危ない、危なかった。今回のここなんかぐるぐるがテーマなのかな、ぐるぐるがテーマなのかなっていうと、ちょっと漫画のやつ思い出しちゃうみんな。そんなことはない。恐ろしいゲームなんだ。何かを犠牲にして、よし、でこれでニトロが潰れ、やったーだいぶ編集されてると思うんですけど、やりました。はい、ということで無事に終わりました。でも3面クリアしたので割と順調ではないけど順調です。ね。え？ってことは、あとちょっと待ってくださいね。ちょっと操作して。あと、今日やってる面が、あと1個あって、あと多分ボス戦があるでしょ？んで、その後に残ってる、え、待って、その後に残ってるさ、この面が、面っていうかその、あと1個なのよ。これワンチャン次もう1回収録あって、3つぐらい残ったら生放送ありだね。まあ今日みたいな時間が訪れるとちょっと早送りとかができないんで、ちょっともしかしたら厳しいかもしれないんですけれど、まあ皆さんには残念ながらね、ちょっと編集してお送りされてるんで、まあそのどれぐらいかかったかっていうのは分かんないと思いますけれども、まあでもね、楽しかった。普通にあの坪井さんがついにあの参戦してくれたんでありがたいなと思いながらやりました。引き続きね、クラッシュバンディクあともうちょっとっていう、なんか個人的にはこうゴールが見えてる感じがするので、するのでね、クラッシュバンディクぶっ飛び三段盛り頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。ということで、本日の、プレイもね、よかったよって方はグッドボタンを押してもらって、はじめましての方は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そのわけで以上でございます。過去は宇宙、また見てね、バイバーイ。チャンネル登録お願いします。最新情報は SNS で。